知床の基地です。鶴居村から逃げてきた私の避難場所です。村の男性から2人で会いたいと言われて、お誘いを断れば断るほど私の悪い噂が増えていきました。男性の先輩に助けを求めましたが、親戚に議員がいる後輩と2人きりで会わなければ村で生きていけないと言われてしまいました。先輩の土地にキャンプ場を作っていた女性社長とお母さんに村から離れるよう言われて、キャンプ場の備品と一緒に地の果てと呼ばれる場所で暮らしています。寂しくはありません。自然に恵まれた土地で機械の操作を覚えたり、ガスがない台所でお料理をしたり、学ぶことがたくさんあるからです。りんの田舎暮らし。知床に逃げてきてすぐの頃、鶴居村の自宅が数人の男性に襲われると、UUMに情報提供がありました。恐ろしい計画を知った方の通報を経て、女性マネージャーから緊急避難するよう電話を受けて驚きました。すでに避難していた私は怪我をすることもなく無事でした。もう村へは一人で帰れなくなりました。議員がいても関係ない、警察の強い言葉に守られて、よく遊びに来ていた癒しの知床で暮らしています。村では身に覚えのない噂が増えて、 YouTube で鶴居村を知り訪ねてくださった方々が私の悪口を聞かされて、嫌な気分で帰っていかれることや、家の駐車場が雪捨て場になってしまったり、悲しい気持ちの発信は子どもの視聴者さんが多い事務所にいたため、皆様にお伝えできませんでした。基地を用意してくださった女性社長と視聴者様に励まされて、知床で1年が過ぎました。北海道では珍しいこたつ、女性社長の釣り道具でいっぱいなので、私はここです。北海道移住前に家をなくして、北海道でも住む場所を追われていたこと、視聴者様にやっとご報告できました。